こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。ツイートしますね。あ、お誕生日、あ、ごめんなさい、あと1時間後なの、ごめんね。ありがとうございます。あと1時間で、なんかさ、そのショールームがさ、ハッピーバースデーになっててさ、前日だから勝手になってくれるのかな、誕生日仕様になってくれてる。こんばんは。定期コメントにも誕生日も、そうなんだ。優しい、優しいあれだね。テロップ。明日センター祭でか。あ、待って、22歳、お待たせしました。そう、やばくない？過去一じゃない、長いの、こんな長いの。もう本当に日常生活が大変すぎて、昨日お仕事があって撮影だったんだけど、そのためにでも、そのね、もともとの地爪がすごいやっぱ折れちゃう、最近めっちゃ折れちゃって、めっちゃ短くなってて、この爪にネイルするのも嫌だなと思ったし、そんな時間もなかったから、もう付け爪買っちゃえと思ってロフトにね、買いに行ったら可愛いの売ってて、つけてみたんだけど、でもね、強力な接着剤みたいなのつけてるから、つけてるんですよ。で、3本ぐらい取れたんだけど、でもまた付け直せば何回でもいける感じのやつだったから、ちょっと付け直してやってる。お風呂とかやばいよ。そう、それこそ髪洗う時とかやばいし、あとメイクがめっちゃ大変、なんかどこで塗ったらいいのか分かんなくなる。明日もつける、明日もそのままで、そう、明日に残しとこうと思ってつけてました。かわいいですけど、まだ今んとこ色させてない。もう好み分かれるよね、こういう感じ。私もずっとこれは無理だけど、テンションは上がります。やっぱ弓の長さが長く見えるから、この分テンション上がるよね。
うのちゃんポーズ。確かに。グレッ、あ、そう。で、まあ、ちなみに私はあと1時間後に誕生日を迎えますなんですけど、明日は19時半から銀座で生誕イベントをやります。まだチケットありますので、ぜひ迷ってる方だったり、あ、時間ありそう、行けるかもっていう方とか、ぜひ来ていただきたいなと思っているんですけども、あ、フライングおめでとう、ありがとうございます。先の誕生日おめでとうございます、おめでとう、ありがとうございます。なんですけど、そう、そのグッズがね、を今着てます。これが T シャツのグレーです。ここに刺繍で刺繍になってて、22、私がデザインしたんですけども、22でこうすると7になるというデザインの T シャツを作りました。これ私今着てるのが L サイズです。今日日があった日にまた着ます。グッズ現金、現金のみかな、そうだね、いつも現金のみだから現金用意してくださるとありがたいです。このお花はなんかね、なんだっけ、名前忘れちゃったんだけど、前にユニクロで買ったお花があって、ちっちゃいお花があって、白と黄色の、それがそこに飾ってたから、これをモチーフに描こうと思って描いたやつちっちゃいやつ。あ、仕事で行かなくちゃ、仕事頑張って。そう、あめのめちゃん愛してます、ありがとうございます。やばい、チェック開いてるってなった時、あわわしさんの爪かわいい確かにそう、あの小銭出す時とかめっちゃ大変で、この T シャツは白とグレーがありまして、これは白は M もらいました。白はの刺繍は黒でーす。竹皮ね、竹皮結構長めかも、わかりますか、わかりませんね。これ L でこんな感じの竹感です。白は白 M、 あ、でも M も別にそんな変わんないかも。竹はこんな感じでやっております。素材は素材は前のと一緒かな、しっかりしてます。で、刺繍3センチにしてさ、なんかサンプルで画像を見せてもらった時に、あ、なんか3センチか5センチか1センチか選べたのね。で、あ、5センチにすればよかったかな、ちょっとちっちゃすぎたかなと思ったんだけど、実際見てみたらめちゃちょうどよかった、すっごい悩んだんで、最初5センチにしたんだけど、やっぱ3センチって言って、あ、でもやっぱ5センチにしたいって思ったけど、3センチでよかったですそんなちっちゃすぎるわけでもないけど、すごいいつどういう時でも着れるよという感じです。グッズは通販します。そう、いつもは黒白とかだって、前は黒ピンクだったからロンティーはで、あ、グレー最近私もよく着るから可愛いかなと思ってグレーにしてみました。どっちの色が気に入り、どっちも好きかな、
からグレー行きでやっぱ白は無駄に使える。この明日これ普通に着よう、着て現場に向かおうと思ってますこれにキャミワンピみたいなやつ合わせて着たいなと思ってたんですよ。はい、で T シャツはこんな感じで、あと今持ってるのがアクスタ、靴のアクスタはこれです、土台です。全身で、あ、漏れてるかなっていう写真を選びました。これ靴が可愛いんだよね。あ、ちなみに言うと明日これあのね、この衣装からね作り直してもらったんですすごい同じ感じ、色とか素材とかは一緒なんだけど、ちょっと形をまた新しくね、このグッズを撮った時から直してもらったというか作り直してもらったので若干違うのより可愛くなってるとなるんだけど、そう、ね、ここがどう変わったか教えてる明日にする、まあいいんだけど、そうだからそう明日はちょっと違うバージョンアップしました。私好みにバージョンアップした感じ、していただいた感じになってます、はい、じゃあ明日出てきた時にお楽しみということで、だからそれぞれレアです。このグッズになってるやつもレアだし、明日見れる衣装もレアだしという感じで、そう前回とサイズは一緒なので前のやつ持ってる方はぜひ並べて飾ってください。そんでもってステッカーと一種類だけちょっとない、まだないんだけど明日なるんだけど、あの一番ちっちゃい赤ちゃんの時の寝転がって写真のやつだけちょっと手元にまだないんだけど、こんな感じのステッカーになってます。なんかねサイズ感がね届いてみて、なんかこれだけすごいねちっちゃく感じるんだけど、でなんでもってこれがね大きいんだよねちょっとまあそれはそれでいいかなって思ってるんだけど、これ2002という書いてあるツインテールにジンベイ着てる私のステッカーです。続いてこれが痩せる大きい、結構ね、そうこれは大きめ、こちら、まあ、私の顔と比べるとこのような感じです。指と比べるとこのような感じですこれはこの表情が自分的にお気に入りで、ななみって書いてある、ほっぺにハートも書きました。こんな感じです。でこれはどこに行ったんだろうね、どこかに遊びに行った、ちょっと明るさ調整します。夏っぽい私です。ダブルピースしてます。太陽も描きました。で高一なんて書いてます。ランダムです、ランダムステッカーです。でもう一個はナナちゃん変顔してます。で頭にお花生えてます。何歳ぐらいだろうね、これは2歳とか3歳とかかな、多分これも2歳とか3歳とか
これは3歳とか、これは0歳ですかね。で最後、これもついてる、アイドルになりたいですステッカー、いいよねこれ。この時からきっとアイドルになりたかったので、アイドルになりたいですと書きました。であともう一つ、一番ベビーの時のベイビーの時のやつもあって、6種類になります。ぜひ1枚500円、ランダムですのでよろしくお願いします。あとグッズは生写真とランダムチェキがありますね。もう それ自分で用意して、それを2つは自分で全部用意したんだけど、もうあの明日ね持っていくの荷物になるから預けたので今ないんだけど、まあ、前回見れたんだけどです。で最後こちら、こちらがグッズ付きチケットを買ってくださった方にプレゼントが渡させていただくアクスタになってます。立体的に飾れるんです。これは椅子に座ってます。そういいよねこれ、可愛くて。でこれがね、私ピアス持ってないからあれなんだけど、なんかこのねちっちゃい穴あるじゃない、ここにピアスがさ、ピアスとかさせさせるよっていうやつで、あとはねどう飾ってたっけかな、なんかこうやってここにネックレスをかけたりとか、どうやって飾ってたんだっけな、見せてもらった時、なんかいろいろかけられるよっていう、やつです。あんま飾れるものがないっていう。こういう感じとかでなれるらしい。でこちら仙台の方もあって、仙台ちょっとまだ開けてなかった、これはこのような感じです。水色文字になっててしゃがみの私です。この立体かわいいよね、いいんだよね。ぜひ東京仙台グッズ付きチケット買ってくださった方にはこちら限定なのでよろしくお願いします。明日行くよ、ありがとう。ピアス影として使えばピアスやるときいつも斜めが見られるの。そうです、そうなんです。
あ、じゃ立ち見エリアとかね、ない感じかな。どうだろうね。みんな着席だと思います。ありがとうございます。こんな感じかね。明日はぜひ遊びに来てください。なんか超楽しみなんだ。なんか歌えるのがねすごい楽しみなんです。なんか意外と久しぶりじゃない？撮影はスマホだけじゃなくて大丈夫です。普通にカメラでも周りの方に迷惑にならない程度のあれだったらスマホじゃなくても大丈夫にしようかなと思っております。タンポポさん、タワーありがとうございます。ソフトクリーム持ってる、ありがとう、ありがとうございます。私久しぶりに会えるからドキドキしちゃうな。そうですよね。だって2月ぶりイベントってどんな感じだっけ。チキクジの当たりも増やしてくれたら、いやいやいや、そう増やしました。そう、それも持ってっちゃってさ、あ、配信するなら持ってかなきゃよかったとか思ったけど、よろしくお願いします。誰に当たるか楽しみだねバレンタイン以来よね、なんかちゃんとがっつりそうやって歌うの。癒した時も確かにちゃんとがっつりなんか会場で歌うの久しぶりだからすごく楽しみなんです。ですね、明日のことはそんなもん。チャイちゃん行けないけど応援してる、楽しいんだって。チャイちゃんありがとう、元気ありがとうね。またご飯行こうね、ありがとう。そう、髪質改善行って、この髪色染めた時にもに髪質改善していただいて、あとは前髪縮毛かけて、ちょっとそろそろうねりが大変なことになりそうだったんでしてきました。サラサラだよね。仙台マーカー少しずつ準備してます、楽しみです、ありがとう。何色にしたの？これね、ボルドーみたいな、結構いつもやってる髪色、暗めの赤紫みたいな感じの画像を見せてやっていただいたです。理想の色になりました。ちょっとだけ落ちたけど、本当はもうちょっと暗かった気がする今から横場で向かいます。今のうちにお誕生日おめでとう、ありがとうございます。横場疲れるけどありがとうね、元気、行こうね。だってよかった、行こう。
そうですね。はい、ということで、あと35分ぐらいで私は22歳になるんですね。そう、昨日リアンは、昨日リアンは本当に朝3時起きで朝から本当に日付変わる直前までぐらいに解散したんで、一日お仕事でした。もう本当に楽しかったよ。もう本当に楽しくって、ファンクラブには書いたんだけど、もうずっと楽しくて幸せでした。本当に見てもらうのが超楽しみなんです。3人のビジュアル最高すぎたでしょ。そうでしょ、そうなのよ。もうでもあんま多く今言いすぎると後から話すことなくなるからあれなんだけど、もう超楽しくて超幸せだったという、ずっと幸せだったということを言いたいです。料理は好きで作るの？でも最近はあんまり作れてなくて、ちょっとでも最近はもうあんま家にいる時間がちょっと前より少なくなって、結構お仕事だったり、まあスタジオ行って練習したりとか、外に出る機会多くなっちゃったから、だったら食べて帰った方が早いなとか、今から作るのあれだなとか、買って賞味期限切れたりとか腐らすのあれだなと思って、そんなに作れてないんだけどね。でも時間あったら作りたい。気分転換になるしね。この爪で料理は、ね、多分無理かも。爪まで切っちゃいそう。都内生活どう？すごい楽しく今のところやれてます。特に不自由はないです。あ、そうだ、あとそうそう、6月19日の先行受付してくれた方、皆さんありがとうございます。そして今日当落発表だったと思うんだけど、皆さんきっと当たってますよね。本当にありがとうございます。楽しみにしていてほしい。もうめっちゃ毎日考えてどうしたらいいかなとか、構成とかも曲とかも超どうしようどうしようって思いながら毎日、すいませんね、テカリ抑えました。頑張ってるので、お願いします。当たってる、当たった、安心したね。え、一人連れてきますって嬉しい、ありがとう。振り付けは私ともう一人振付師さんお願いしますって、お願いしてる方が見つかって、お願いできる方が見つかりまして、一曲は私が振り入れしたのをやってて、この間はその振付師さんに、そう、あ、そう、村長さんです。そうそうそう、村長さんにお願いしてやっていただきました。そう、村長さんは私ソフトバンクの CM に出てたの覚えてますか？その時に振り付けしていただいたりとか、あと一緒に出演していただいてて、そこでそう久しぶりにお会いしてお願いすることになりました。
しみですね。なみちゃんの追加動画見て私も大好きな今年初追加食べて幸せでした。食べました。5月6月楽しいことたくさん幸せ。私もも、ラサイ時代にそのイベントとかで初めましてじゃなかったから、みんなそれぞれ初めましてじゃなかったので、そう、振り入れも楽しくやっております。そうでね、いいですか、違う話して見せたいものが2つほどありまして、まず、どっちから見せようかな、こっちから見せようかな。本日淡井さんの絵が届きました。タイミング最高。見せます。たらーわー、ありがとうございます。もう本当に素敵すぎです。シルランジさん、タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。そう、前日に届いて、でも明日はさ、私もしかして受け取れないかもしれなかったから、今日で本当に嬉しい。そう、完璧タンプレ、そう、自分にタンプレだと思って、最高の誕生日プレゼントです。やったー。これはちょっと二十歳の時にいただいた、皆さんにいただいた淡井さんの絵の隣にデスクの上に飾ろうと思っておりまして、あとね、このポストカードも書いてくださった、でちょっと見えづらいけど、お誕生日おめでとうございますとも書いていただいて、ありがとうございます。めちゃくちゃ可愛い、これも飾ります。ありがとうございます。あれ買わなきゃ、ポストカード用の額縁も買わなきゃと思っております。淡井さんにもありがとうございましたとお伝えさせていただきまして、ありがとうございます。ちょっと大事に大事にします。嬉しい。皆さんあれだよね、多分報告してくれた方あるけど、淡井さんの個展行ったよっていう方ね、いましたよね。健太郎さんもタワーありがとうございます。ありがとう、パンダだ、ありがとうございます。淡井さん、なみちゃんのことすごく褒めしたよ、嬉しい、ありがとうございます。でもね、そうだ、この間言い忘れてたんで、言い忘れて嬉しかって言おうと思ったけど言い忘れたことがあったんだけど、その私本当に急に行ったのね、何も前触れもなく行ったんだけど、でお話しさせていただいた中で、阿部さんの曲の歌詞で 99% がゼロになってもゼロから無限になるかもしれないっていう歌詞がすごく好きですって、すごく好きです、いいなと思いますって言ってくださって、もうめっちゃ嬉しかったですね。いや本当にめっちゃ、そんな歌詞がさポンとすぐ出てくるぐらい聞いてくださって、なんか準備してたわけじゃなく歌詞を褒めてくださったのがすっごい嬉しくって、ああなんか歌詞書いててよかったと思いました。なんか歌詞を書くということをしてすごく良かったと思いました。嬉しいです、ありがとうございます。
そう、それをめっちゃ嬉しくて、みんなに言おうと思ってたんだけど言わせてました。今回フルザイロですね、ずっといらっしゃったみたいで、はい。そしてあとね、私今日一日中ずっと家にいたんだけど、なんか突然知らない番号から電話かかってきて、で調べたらアマゾンっぽくて出てたんですよ。でそれで、あと10分ぐらいで荷物届くんですけどいらっしゃいますかって言われて、あ、はい、いますって言って、じゃあ10分ぐらいで着きますって言われたのね。で私、え、なんか頼んだっけなってふわってなって、注文履歴とか見たんだよ。だけど注文履歴見たんだけど、いや何も頼んでないんだと思って、え、怖っと思ったのいや怖くねと思って、え、どうする、アマゾンじゃ なかったのかもしんないと思ってさ、めっちゃ怖いじゃん普通に。で怖いなと思いながら10分ぐらいで来たのね。でピンポン来て、その玄関先のモニターで、でもちゃんとアマゾンの人っぽかったのよ。で荷物持ってるし、で会えて来てもらってさ、でもちょっと開けて受けてるの怖いからさ、玄関先に置いといてもらってもいいですかって言ってちょっとさすがにちょっとね怖いじゃんだから置いといてもらったんだよ。でちょっと警戒しながら、ちゃんと荷物置いてありましたよ。で警戒しながら取りに行ったら、え、なんだと思って差し出しにのとこ見たら、パパの名前が書いてありて、家族からのタンブレでしたサプライズマジか、めっちゃ怖かったんだけどと思ってパパママよりお誕生日おめでとう、体に気をつけて頑張ってねっていうあれ付きで、これ届いてたのひまわりが誕生日プレゼントが届いてました。ありがとう、びっくりしたけどめっちゃ嬉しいです。はい、安心しました、ちょっと普通に怖かったからさじゃーん、これも飾ろう。きますね、めっちゃ反射するけど、はい、生花じゃなかった、造花だったけど、でもなんかすごいさ、ここの茶色の部分キラキラしてて可愛い。素敵なサプライズでございました。初めてだったよそう、明日忙しいかと、あ、せいかって言うの、生バナとか言って明日忙しいと思って今日にしたって言って、まあそう、確かに明日忙しかったからよかったですで、そう、あとね、ちゃんと届いてますプレゼント、今日もそう、今日いっぱい荷物が届いたんだけど、今日もそのレンタルオフィス、私が借りてるところから皆さん送ってくだ、誕生日プレゼント送ってくれた方の荷物も届いていて、ちゃんと無事に私の妹に届いておりますので、
ありがとうございます。送ってくださった皆さん、ちゃんと届いておりました。よかった、無事に使いこなせてました。22歳だよ、もうすぐ。やばくない？あと20分。はい、明日も、私明日も全然もらえます。ありがとうございます。なみおめでとうで、今からモンブラン食べます。いいなえ、ね、今日聞いてくんない？私今日アイス3個食べたんだよ。3個って言ってもパピコの片方とガリガリ君と、あとブリュレの美味しいアイスあるじゃん、ちょっと高めのコンビニに売ってるやつ、あれを食べました。あ、今日は昨日も寝るのも遅かったし、なんかほぼ一日を、本当に昨日初めて一日起きてたのよ。だからもうアラームかけずに今日は絶対ゆっくりするということを決めて、で好きなもの食べようって決めて、お昼ぐらいにパピコとガリガリ君食べて、でまたお昼寝してブリュレのアイスも食べました。スーパーカップのブルーベリーヨーグルトマジマ、そうなんだ、最高じゃん。だってチャイちゃん最高でしょ。そうなの、チャイちゃんも食べ物大好きだからね。明日の髪型、確かにどうしよう、確かにポニーじゃなくてもいいな、考えよう。どうしようね、ちょっと待って、さっきね21歳やりきったって言ったコメントがあったんだけど、すごいね、めっちゃやりきりました。21歳は本当に自分にとってものすごい濃い1年でしたね。いいことも悪いことも、うん、すごいこんな1年になってだけどちゃんと乗り越えて今すごく幸せと思えてるので、いろいろあってだけどなんだかんだすっごいいい1年だったなと思ってます。あ、髪型ね。ジェットコースターだったんだよ。最近暑くて止まらない、わかる。アイスといえば31の、そうで、それね、昨日愛理ちゃんとはるかちゃんと、特に私はあやってるなぐらいだったんだけど、2人のその31への熱量すごくて、もう絶対食べる、今日が終わったら絶対食べる、むしろ今日食べたいとかしたんだけど、でもそれがあの終了するっていうツイッターをはるかちゃんが見つけて、2人とも絶望してて、もう叫んでて、もう何を10個頼むとしたら何とかっていうものであのシミュレーションしてたから2人がね、そんな中でもう終わりっていうあのニュースを見て笑ったな、面白かったですね。はい、すいません。今幸せって思えてることがとても嬉しいよ。なんかそう思って、そう言っていただもらえるのがすっごい嬉しい。シロラニさん、タワーありがとうございます。ありがとうございますミスったの？ミスったんかい。そう、めっちゃ勉強してた2人がね。で、昨日もね、そう、昨日ロールアイスが差し入れロールアイスをいただいたんだけど、なんか本当は31行こうと思ったんだけど、すっごい行列で行けなくてロールアイスにしたって言ってて、でもそのロールアイスもさ、めっちゃ美味しかった。抹茶食べたんだけど、私ね、
だって5月いっぱいまでだったのにもう終わっちゃったでしょ。そう、そんなことがありました。昨日は面白かったな。あんまり大声出さなそうな二人が絶叫する姿なんか、なんか浮かばないな。そう？なんか昨日ねずっと車待機だとかだったんだけど、もうすっごいうるさい時とすごい静かな時の差が、あ、すごい激しいなってなんか思い出した。昔の感覚を。盛り上がる時超もう盛り上がって、で落ち着いたらスンってなってみたいなの繰り返してて、すごい面白かった。はい、明日イベントが終わったらご褒美で食べたいものって決めてるの。決めてないんだよね。何食べようかな。でもケーキ、でもなんか本当にいつもだったら自分の誕生日はなんかあれしたいこれしたいみたいな、あれ食べたいこれ食べたいみたいなのあるけど、今年全然なんか何も考えてなかった。それどころじゃなかった。その前に生誕祭だしみたいな。とりあえず生誕祭頑張ろうって思ってました。終わってから。お寿司、でもお寿司か焼肉行きたいけどな。歌い納め、あ、しないと。歌い納めしないと。てかもっとなんか喋りたいこといっぱいあったんだけど、もうなっちゃうね。いやでも本当に21歳は自分にとってもなんかすごい成長でき、人として成長できたなと思うし、ちゃんとなんか自分自身だについ、自分と向き合えたし、なんか自分にとっての幸せって何なんだろうとか、どう頑張ったらいいかなとか、そのバランス、どういう風にバランス保とうかなとかさ。でなんか人としてちゃんと進めた1年だったなって思うし、なんかそれで周りの人とか人との関わり方みたいなのもなんかうまくできるようになった気がする気がする。前よりは。2曲いける？うん、何しようかな。まあ、定番でいくか。じゃないんだ。雨か晴れかどっちに転がるんだろう。僕はそんな強くない、負けず嫌いなだけだよ。本当は本当は根性なしさ。コミュニケーションうまくない、心開くの苦手さ。でもねでもね、一人で寂しい。 Every day will be alright,
と来ない今の時を抱きしめて飛び越えて叫ぶんだ Yes! ちょっと危ないこのオフロード下げては進めないよ。ロマンティックドラマティック感じながらちょっと楽しい今いライブ自信なんてないんだけどつまずき傷つきタフになれる選ぶ道はみんな同じじゃないよ迷うことも全部楽しまなくちゃいつも心寒くなるだってだって自分に悔しくて Everyday will be alright Everyday will be alright 二度と来ない今の時を焦らずに僕らしく決めてやる Yes! 状態より未知してみようか打たないこともちょっと危ないこのロボット下げては進めないよロマンティックドラマティック感じながらちょっと楽しい今いライブ自信なんてないんだけどつまずき傷つきタフになれる曇り空が僕は嫌いじゃない雨か晴れかどっちに転がるんだろう何が起きたって Everything will be
いつになれば打ち明けられるのか、言葉にして瞳を閉じてみたいのよ。恋の味を抱き越え消すように、いつの日にか遠くから瞬間さ、大人になった私の後に大胆に横にいていく眩しすぎる経験。キラキラの星空の中、本当は流れていったのに、あまりにも青い光に紛れ気づかずに過ごしていたのかな。叶えたい夢、指を折ってその姿勢が涼しかったのか、映画で見る親友は滅多にないのにね、想像上のビジュアル。懐かに恋はいつでも不意に出会ってくる、思いかける角度から、懐かに憧れて切ないときめき、初めての巡り合いは他で過ぎる運命。シューティスタ、夜空の奇跡見つけられますか。シューティスタ、恋の足音聞こえますように、いつの日にか遠くから、シューティスタ、大人になった私の後に美しい光の線、愛と夢の存在、大胆に横切っていく眩しすぎる経験。あと1分？めっちゃちょうどいいじゃん。で、あと2時、あと1分21歳。21歳本当にありがとう。自分もみんなも本当にありがとう。あとさ、相談の、あ、ねえ、ちょっとさ、あのさ、マイカーちょっとなってからにするか。ありがとうございます。こんな遅くまで。ぜひ誕生日一緒に迎えてください。ちょっと待って、秒数見れるやつやった方がよかったな。秒数時計、お、あれ、あ、あ、3、2、1、おめでとう、ハッピーバースデートゥーミー。22歳になりました。あれ待って、どこからだ、どこから、バカラさんから、あれどこからだ、うん、ちょっと待って、ありがとう、ごめんなさい、バカラさん、ありがとう、ありがとうございます。
してローさんもありがとう、ありがとうございます。そしてはじめさんもバカラ、あ、はじめさんもありがとう、ありがとうございます。ヨナミちゃんもありがとう、ありがとう、ありがとうございます。そしてサッピーさんもタワーありがとうございます、ありがとう。リボンさんもありがとうございます、ありがとう。ありがとうございます。ちょっと読み忘れとかあったら教えてください。シュランリさんもまたありがとうございます、ありがとう。はい、あ、皆さんありがとう、誕生日おめでとうございます、ありがとうございます。あとチャイちゃん LINE くれた、ありがとう。でさ、あのさありがとうございます。なんかさ、誕生日になりましたツイートってさ、でも絶対するじゃない。それってさ、今やってもいいと思う？なんかさ、瞬間すぎ、成り立てなのにやりすぎなのかでも結局するじゃん。それをね、前したんだよ。なんかめっちゃ祝ってほしい、でも配信してるから何言ってんだって感じだけどさ、いっか。どうせするから今ツイートしちゃうね。せーの、写真これでいいよね。いや、いけますね。せーの、ピツイートしました。テロップ変えなきゃ。ありがとう、はるかちゃんも連絡くれた。テロップ変えよう。あれ、どこで買えんだっけ、これでした。諦めない生誕祭期待、ありがとう。配信設え、なんかすっごい急に視聴者数増えてる。1万人、1万人になってる。22歳はそうね、あ、22歳になることができて本当に嬉しい。当たり前じゃないと思う年を取れるって本当に思ってる。なんか私結構ちっちゃい時からめっちゃ先のことを考えて生きてて、でもなんか二十歳ぐらいまでしか想像できる範囲がねなかったのよ。二十歳までぐらいしか想像できてなかったの。だから22歳になるっていうシミュレーションをしてなかったのねだから全然自分が22歳になれるって思ってなくてなんかそんな感じで、だから22歳に無事なることができてすごく良かったですまずはちゃんと22歳になれて、年を重ねられてすごく幸せなことだなと思っています。
ここまで育ててきてくれた両親ありがとう。そして家族、弟ねるののありがとう。おじいちゃんおばあちゃん親戚の皆さんありがとう。お友達やお友達ありがとう。いつも支えてくださっているスタッフさんだったりとか仕事でお世話になっている皆さん本当にありがとうございます。そしてリアンとして活動して最近ずっと一緒にいる愛理ちゃんとはるかちゃんありがとう。そして何より今見てくださっているファンの皆様、ここまで私を応援してくれてついてきてくださって支えてくれて本当にありがとうございます。本当心底から思ってて感謝を、もう最近すごいあちゃんと本当に周りの人たちに感謝して生きていかなきゃなと思って、一人じゃなんか一人に自分って一人だなって思う期間が結構長かったんだけど、なんか大人になって年々ね、あ自分って一人じゃなくてちゃんとなんか人々に支えられて助けられて生きているんだなっていうのをすごく感じるようになって、でそれでね、しかもファンの皆さんってさ、あの関係がさ当たり前な関係じゃ、ま、より当たり前な関係じゃなくて、そうほんとに素晴らしい奇跡みたいな関係だなと思うし、ずっとね長年応援してくださってるファンの方も最近知ったよっていう方もしいらっしゃったら、そういう方たちもなんか自分のことをのどこかを好きだと思ってくれて、見ていたいと応援したいと思ってくれて、こうやって配信見てくださったりとかコメントまでしてくれたりとか、なんか時間もお金も使って会いに来てくれたり応援してくださってるっていうのがすごく自分にとって幸せ、なんて言うんだろう、まあ本当に自分の軸なので、そう本当に感謝だし、自分が今幸せでいられてるのは皆さんの本当におかげなので本当にありがとうございます。はい、これからもちゃんとね愛を持って活動していけたらいいなと思いますし、あとはねやっぱ自分の好きなことやりたいなって思うことにちゃんと向き合ってそれを出せるように頑張っていきたいなと思ってます。ありがとう。タジモンさん、タワーありがとうございます。ありがとう。本当に出会えたことに感謝だなと本当に思ってます。泣いてくれてるの？ありがとう。ありがとうございます。一日楽しく幸せに来て、ありがとう。皆さんもね
会場で会いましょう、会いましょう。奇跡だよね、本当に奇跡。本当にね、奇跡だなと思います。生きていくってすごく大変なことも多いしね、だけどなんか自分が少しでもやっぱりなんで誰かにとってちょっとでもプラスな気持ちを持ってもらえる、そういう原動力、そういう存在になれたらいいなとやっぱり思いましたね、思って最近はとてもやっております。なんか結局ね、なんか見失うこととかやっぱあるけど、あれ本当に自分やりたいこと何だったんだろうとか、本当にこれ自分がなんか何のためになるんだろうなとかさ、やっぱりみんな生きていく上であると思うけど、あれこれやって何になるんだっけとかさ、あれ今自分どこに向かってるんだっけとかって分からなくなること私もいっぱいあるけど、今思ってるのはそうね、そう私とを見つけて出会って、あちょっとでも気になるなとかいいなって思ってくれてる方がいる限り、そうやってちょっとでも日常に彩りを与えられる人間でありたいなって思って最近は活動しています。同じこと2回言った。それを、その気持ちを忘れずにやっていきたい、そうそう、それが言いたいかったです。コルトさん、タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。はい、そんな感じです。22歳の目標は、目標はでも本当に頑張る、頑張るだけ。もうやれるとこまで頑張るぞっていう感じですね。やっぱり何よりもリアンが始まりますから、もうそれも本当に奇跡で、もうすでにあの終わりたくないから始まりたくないと思ってるんだけど、昨日それをね思っちゃったんだよね。うわ終わりたくないから始まりたくないって。だって始まったら終わりってくるじゃん、何においても。だからさ、それがあるからさ、あのうわー一生今日続けばいいのにとか思ったんだけど、それぐらいなんか本当に大事にしたい場所だから、そう長く続けられたらね、いいからいいなって改めて思ったし、だからなんかね、どうなるかわからないけども本当に大切にやっていきたいなと思います。頑張ります。私なんかいろんなことに挑戦したいなというか、自分限界を自分で限界決めずにいろんなことやってみたいなと思うし、あんまりね、そこまで怖がらず
守りに入りすぎず、守りに入りすぎずやってみたいと思ったら気楽に挑戦、気楽にちょっとやってみよう、やってみれる、やるっていう、そういうのもできるようになりたいなって思います。だからまあ常に前向きに、やっていきたいと思いますね。でも頑張りすぎたらあれなんで、ちゃんとバランスをとって、何よりもやっぱり幸せにでいる、なる、幸せになることはもちろんだけど、幸せでいることがすごく大事っていうのを気づいて、幸せになるために今が辛かったらダメだと思うから、ちゃんと幸せでいる、幸せの総数っていうのが常に、なんていうんだな、ちゃんとキープされるように、あ、そうそう、ベースが幸せでいれるようにしたいなと思ってます。ネガティブな時は吐き出してください。ネガティブな時もちゃんと自分で困らずに、ちょっと言える人がいなかったら、配信とかファンクラブとかでちょっと言っちゃうかもしれないけど、その時はあ、そういうモードなんだなと思って励ましてください。はい、頑張ります。素敵な絶対にいい一年にしようと、だからなる予感がしているので、素敵な人間として深みがある人になりたいので頑張ります。皆さん末永くこれからもよろしくお願いします。はーい、ね、お願いします。22歳になったのみちゃんも美人っす、ありがとうございます。何この感情。もうめちゃくちゃ深いっすよ、私ペラペラ、そんなことないよ、そんなことないんだから。あと喋りたいことありますか？喋りたいことあります、聞きたいことだったり、別にないか、もうない、直接お会いできる楽しみしてるね、ありがとう、本当に誕生日一緒に過ごしてくれてありがとうございます。よかったよ、生誕祭できて、去年できなかったからさ、なんかいろんなたくさんの人と過ごせてね、寂しくないですね、やっぱ家族も今いないからさ。今日だね、しんみりしちゃったので大笑い気分ください。 Happy birthday to you, to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me.
みちゃんに特大ケーキ買ってあげたい買ってケーキいつ食べるね、明日食べる時間あるのかな、分かんないけど。あ、またシュルハンジさんどうもありがとうございます、ありがとう。嬉しいね、誕生日って。ももこちゃんから起きた、ありがとう。乾杯できない、確かに、なんかそういうのさ全然許しなかった。ついにベルキンソンしかないんだけど。じゃあおめでとう。あ、タジボンさん、虹タワーありがとうございます、ありがとう。虹二十歳のビールまずいが懐かしいね。ほんとだね、ビールなんて普通に飲めるようになっちゃったよ。じゃあ牛乳だよ、かわよ。ちゃいちゃん牛乳だって。そのサイズをそのまま飲んでるの親近感そう、こうなっちゃうんだよね。もうビール美味しく飲めなったの、美味しく飲めなったんです。不思議だよね、味覚って。何ケーキ食べたいかな、でもやっぱりフルーツいっぱい乗ってるの食べたいな。じゃあどこまで飲めるの？結構いけますね一人多分飲めると思います。限界になったことはないかも、まだそんな頻繁には飲まないんですけどね。飲め始めたら飲めますなみちゃんのおかげでハイボール飲めるようになりました。私の影響で、すごい嬉しい嬉しい。でも飲んでると飲めるようになるよね。カーノフルーツパーラーのケーキ、いいな。ペットボトルすぐ溜まっちゃうから捨てる大変ですよね。わかる、ペットボトル捨てんのめんどくさい。梅酒もたまに飲むけど、やっぱりね、あの罪悪感がないのがハイボールだからハイボール飲んでる。でも本当は梅酒とか飲みたい。メーカーとかはほんとさっぱりわかんないです、なんでもいい買ってきました、ありがとうございます。はい、半ぐらいには終わろうかなと思います。ありがとう、いっぱい人が来てくれてるんだ、ありがとうございます。歌い始めちゃった、あ、再そうしよう、歌い始め生誕祭にしよう。すごい、明日楽しみだな。改めて明日は生誕祭があります。ぜひ誕生日祝いに来てくれたら嬉しいです。楽しみましょう、皆さんみんなで。あ、今日か、今日や、今日です7時半からよろしくお願いします。あと6月2日にも仙台で生誕イベントがありまして、
仙台ね、あのサインもできそう、特典会サインもできそうなので、よければ時間が限られてなくて、仙台サインもできそうなのでよろしくお願いします。あと明日が終わって、まあ明後日で準備が完了したら、グッズの通販準備ができ次第始めたいなと思っていまして、でもなんか前みたいに、前は結構さもうすぐできたんだけど、ちょっといろいろやることもあるからちょっとだけね遅れちゃうかもしれないんだけど、私準備できた人からみたいな感じになっちゃうかもしれないから、届くの時間かかるかもだけど始めたいと思いますので、こちらもよろしくお願いします。サインは何、私のグッズ別に何でもいい、別にいいんだけど、ちょっと考えてきますね。ネット限定特典チキもある予定、明日のオフショットとかにしようかな。でも動画がいいんだろう、動画いいかな。通販では生誕グッズ、通販は生誕グッズのこの T シャツだったり、アクスタ、あと生写真、ランダムステッカー、ランチェキなどを販売します。私の X 見てもらえれば分かると思います。ってな感じで、で6月19日リアンのファーストライブがあります。もうねチケットゲットしてくださった方はありがとうございます。まだ一般販売とかありますので、ぜひ予定を空けて遊びに来てくれたら嬉しいなと思います。そしてそれに伴いクラウドファンディングもやっておりまして、目標は達成したんですけれども、ぜひあのねクラウドファンでしかゲットできないグッズがありまして、 T シャツとペンライトとアクスタ、タオルありますので、ぜひよろしくお願いします。特にペンライトおすすめです。昨日ね現物見たんだけどすっごいいい感じ、超かわいくて、みんな持って応援してくれたら嬉しいなと思いました。よろしくお願いします。ありがとう、本当に参加してくれ、すでに参加してくれてる皆さんありがとうございます。では一緒に誕生日カウントダウンしてくれてありがとうございました。終わりますね来年またや、来年もやりましょう。22歳もよろしくお願いします。ではランキング読みます。13位あちこさん、ありがとうございます。12位もんちゃん、ありがとうございます。11位加藤さん、ありがとうございます。10位コルトさん、ありがとうございます。9位ゆなみちゃん、ありがとうございます。8位たんぽぽさん、ありがとうございます。7位はじめさん、ありがとうございます。6位さっぺいさん、ありがとうございます。5位リボンさん、ありがとうございます。4位バカラさん、ありがとうございます。3位タジボンさん、ありがとうございます。
2位ケンタロさん、ありがとうございます。そして1位はシロナリさんです。ありがとうございます。ありがとうございました。ではスクショ、あんまりね、撮れました。では明日生誕祭来てくれる皆さん、よろしくお願いします。22歳も頑張りますので、応援よろしくお願いします。で、遅くまでお付き合いありがとうございました。皆さん早く寝てくださいね。では終わります。ありがとうございました。おやすみなさーい。